皆さん、こんばんは。今ね、友達と遊んでて帰ってきたばっかりなんですけど、家にお父さんがいないんですよ。で、今夜9時くらいで一人ぼっちのナイトルーティン撮っていきます。で、ロッキーたちがもうお出迎えしてるので、まあちょっとお風呂入ったり、ロッキーたちのね、ご飯作ったりします。パパはまだ帰ってこないです。寒い。入りますが、スタート。 We'll wait till it's right。ロッキーお出迎え。ラッキー。ただいま。はい、あっち行って、あっち行って。ただいまー。あっち行って、はい、あっち行って、あっち行って、あっち行って。で、強盗が怖いから鍵閉めます、ちゃんと。はいはいはい、あっち行って。はい、ただいまー。ただいまロッキーたちお出迎えでーす。かわいいね。リクもお出迎えしてくれた。冷たい花。よいしょ。はいはい。ねえ、静かにして。もう遅いんだから。夜ダメで。今の時刻見えるかな。じゃーん、9時半過ぎでーす。あー、寒い。こんな寒い日はお風呂に浸かりたいと思います。分かった分かった。待って、ちょっとロッキーたちがうるさい。多分ね、お腹空いてんだよね。よいしょ。あ、待って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 。はい、じゃあいろいろね、ちょっとご飯の準備してて、ロッキーたちのこんな感じで。で、今から今日のご飯はささみなので、ささみ焼いてきます。で、作ってる間に今お風呂準備してます。もうね、友達とご飯食べ行って、いろいろ出かけてたりしたんだけど、もう外で震えながら、もう遊んでて、マジで寒い今日。OK。待っててね、今ご飯作ってるから。で、お父さんは普通に出かけてて、また帰ってこないですね。で、ロミは、友達の車で遊びに行ってたんで、普通に送ってってもらって帰ってきました。今日日曜日で明日学校なんで、早めに寝た方がいいかなと思って。まあ学校なかったらいつも11時とかまで遊んじゃうんですけど、学校あったんで早めに帰ってきました、9時。あと、お父さんが家にいなかったから、ロッキーたちのご飯も作んないとだからね。よし。で、あ、じゃあ買ったもの紹介しますか。そんな買い物してないけど、今日は焼肉キングお昼食べて、でその後ゲーセンとか、まあいろいろね、ブラブラして買い物して、で、夜にスタバ行って帰ってきました。スリーコインズ、え、これだけ買ったの、マジで。え、めっちゃ可愛いの見つけたの。見て、シリコンリングセットみたいな、4個セット。これで目玉焼きがハート型になったり花型になったりするから、ロッキーのさ、お弁当作る時とかこれ使ったら絶対可愛いと思って買っちゃいました。で、普通にさ、朝ごはんとかにさ、花の目玉焼きとか可愛くない？ハートと花。で、あとラスト。これなんか、友達が3コインズでなんかヘアゴム買ってて、ちょっとロミにもなんか似合いそうなの選んでよって言って、選んでくれたやつ、めっちゃ可愛いヘアゴム。こんな感じです。使います。終わり、以上。もう、レイがすごいさっきから、何？で、多分、ちょうどご飯できた頃にお風呂ができると思うから、お風呂ゆっくり入って、今もう9時40分くらい、ゆっくりお風呂に浸かります。で、マウスピース今ついてるんだけど、全然わかんないじゃん。で、本当に慣れました。で、痛さも全然なくなりましたね。でも食べるとき外して、食べるときちょっと痛いかな、みたいな。でもさ、慣れても1週間で次のマウスピースつけるから、また痛くなるんだよね、動くから。またね。そう、だからそれだけちょっとね、嫌なんですけど、せっかく慣れたのに、みたいな。こんな感じで。よいしょ、ささみできるまで、ちょっと YouTube とか見ながら飲んでします。ささみ待ちに、ロッキーが膝の上に登ってきました。ラッキー、ラッキー、カメラ見て。ねえ、レイが邪魔してくる。僕も、ってする。うわぁ。ラッキー。かわいい。
ラッキー、かわいい、マジ超かわいい。ささみがまだね、焼けてない。やばい、テーブル汚いのバレちゃう。ささみがまだ焼けてないんで、ちょっと YouTube 見てたら来てくれました。あー、2匹はさすがに、レイ、後でダメダメ、大変ねえ、ダメの、アバホ、お利口でしょ、意外とお利口なんですよ。で、反対側来てる、ね、反対から来てもダメ。レイ、アバホ、あ、やばい、はいはい、甘えん坊さんモード来ました。こうやってやれば許されると思ってるので。もロミはもうレイに甘くするのをやめたから、アバホ。はい、お利口さんです、言うこと聞いてくれます、ちゃんと。はい、はい、うーん、やめて。はい、皆さんもう完成しました、ささみのご飯です、ロッキーたちの。でも冷めて、あのちょうどね、さっきお風呂もね沸けたんで、今からロッキーたちにご飯あげてからお風呂入ります。はい、あげます、リクからね。はい、リク、レイじゃないよ、どうぞ。はい、その手。はいはい、わかったわかった。なんでワンワン言うの、ダメ、お腹空いてるね、いつもより遅いからね。レイ、あっち行って、レイじゃないでしょ。はい、開けよ。やばい、もうレイが興奮してる、もうお座りしてる。待って、もうやばいよ、誰が、待って、いいよ。いっぱい食べてね、お水もね。おいしい？お腹空いてるんだね。ね、いつもはもっとね、8時とかにあげるけど、もう10時になっちゃうから。あー、食べ方汚い。よし。はい、じゃあ、ロミはお風呂入ってきます。もう髪もベッタベタだから、前髪とかも。ゆっくりで使ってきます。上がってきました、お風呂から。暑い、次は。めちゃくちゃ暑いんだけど、もう42度で20分くらい使ってたから、もう汗だく、やばいです。で、見て、ソファで寝てる、ダメだよ。で、今の時刻もう11時になっちゃいます。髪乾かそう、早く。で、いつもね、洗面台で、いつもルーティンとか髪乾かしてたと思うんだけど、もう最近はここで髪乾かしてんの。曲がってる。ここで、YouTube 見ながら乾かしてるの。なんでかっていうと、本当にルミ、一日の中でドライヤーの時間がもう一番嫌いなの。もうめんどくさくて。だから、少しでもドライヤーの時間を自分的に楽しくしようと思って、ここで YouTube 見ながら、やってます。もう余計暑いよね、ドライヤーで。じゃあ皆さんもね、髪の毛バッチリ乾かして、もう時間がね、あっという間にもう11時半過ぎなので、もう寝ます。なんか疲れちゃった、遊び行って、帰ってご飯作ったりしたから、めっちゃね疲れちゃったので寝まーす。じゃあパパはまだ今帰ってる途中らしいです。よいしょ。で、リクにお休みを言います。レイじゃないよ、はい、あっち行って、リク、おやすみ、リク、おやすみ、レイじゃないよ、レイの、おやすみ。で、ちょっとロッキーとレイとね、部屋に行こうかな。おやすみ、リク、おやすみ。見えるかな、リク、ここにいます、ここ。待って、でもお父さんは帰ってきてるけど、何時にまでかかるか分かんないから、もう寝ます。あー、レイ、クローゼットにいたの、レイの、ダメ、おやすみなさい。クッション狙ってる、クッションで人形、ダメ。
はい、じゃあということで今回ね、夜遅くに帰ってきた日のナイトルーティーンを撮りました。またこんな感じで夜遅くに帰ってきたらまたやりたいと思います。じゃあまたこんな感じでルーティーン見たいよと思った方、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさーい。